たっぷりと、楽しんでもらいましょう。録音する人はいい音でね、その他の方は生のサウンドをゆっくりと楽しみましょう。たくさんの拍手で迎えてください、ムーンライダーズの皆さん。Like you, daddy, can't remember the good enough.
ちは、ムライラーズです。こんばんは、千正雄です。10月25日にですね、僕らの新しいアルバムでモダンミュージックっていうのが出ますんで、ジャケットはそこに貼ってあるポスターの感じですけど、それはそのポスター試しにこういうふうに横に見るとね、こういうふうにね、左を上とするとなんかいろいろ絵が湧いてきます。僕らの立ってる姿だけじゃなくて、いろいろ謎が含まれたジャケットであります。初めてイラストっていう感じでね、ポパイなんかによく描いてる金谷誠くんっていうイラストレーターがいまして、その人の作品ですけど、その人ん家はなんかとんでもないものがいっぱいありまして、なんかミノムシみたいなコートがあるんですよ、オーバーね。でそれよく見るとね、一個一個このくらいの大きさずつね、全部コートの絵なの。コートの絵をこう線ぐらいつなげてもう一個コートを作ったという不思議な人です。そのアルバムから4曲ばかし、さっきもやりましたけど、新しい曲は何度でもやるという感じでやりたいと思います。まず最初に A 面の1曲目のビデオボーイっていうのから聴いてください。
ビデオボーイという曲でした。次の曲もやっぱし新しいアルバムからやりたいと思います。A 面の2曲目ですけども、 A 面はだいたい総面と言いまして、総状態の歌がたくさん入っている。精神病理学的に言いますと、B 面の方はその逆で、うつ状態の歌がたくさん入っている。両方聴いてやっとその一日のバランスが保てると。必ずお買い上げになった方、両面一日で聴いてください。片っぽだけだと自殺に走ったりとか、婦女暴行に走ったりとか、もしくは何がいいか、誘拐とかね、そういうのに走るかもしれない。必ず両方聞くようにしてください。その中でちょっと白井君がお話しします。というわけで私が出てまいりましたが、最近僕らさっきのステージ、見てくださった方もいらっしゃると思うんですが、ステージを結構いっぱいやってまして、今度の土曜日、憧れの女子美大学で、コンサートをやるんですよね。それに今日ご来日の方はぜひぜひ来ていただきたいと。女子美です。女子美です。それで後ろに立ってる方ね、なるべく通行人の方を引き止めてくださってもらって結構ですから。で今日は女性の方も多いので、いらしてる男性の方大いにこういう機会を利用していただいて、仲良くなっていただいたら素晴らしいんじゃないかと思います。スリなんてのもね、なかなかスリもね、やってみるのは面白いこれは録音してないでしょうね、やばいからね、放送法だね、引っかかります。いろいろあります。バカって言っちゃいけないそうですね、ラジオで。女を誘うなんて言ってないでしょ。自分のことバカって言ってもいけないんですってそんなわけで行きますか。次の曲はそんな中からグルーピーに気をつけろという曲で、我々の場合相当たくさんのグルーピーがいまして、そういう中でも知的グルーピーをよりすぐりまして、白井君は手紙にしておりますが、何今のポーズにしてて喋りは無駄だからポーズにしといたらいいよ。あんま面白くないし喋ってるその中でグルーピーに気をつけろという曲を、やってみたいと思います。それでは
ろう、グルーピーに気をつけろです。また続いて新しい曲へ行きたいと思います、次の曲はなんとシングル版でして、僕らはあんまりシングル出さなかったっていうか出せなかったっていうかそういうところもありますが、そんな中で3枚目のシングルですけど、ジェラシーに続きまして、バージニティって曲なんですけど、 LP に入ってるバージョンは割とストレートにやってますが、シングルバージョンは弦とかブラスが入ってまして、割と派手めになってます。LP っぽくやってみたいと思います。ストリングスとか弦がないもんでして、ストリングスとか弦じゃない、ストリングスとかホーンセクションがないもんでして、では、バージニティ、意味は言わなくても分かると思いますが、乙女の性質というかね、処女性というかね、生娘の心というか、そういう感じで、じゃあバージニティというのを聞いて、お前は
Virginity という曲でした。それでは今度は、うつ面に参りまして、 B 面の1曲目ですけども、ベースの鈴木博文君と、それから、キーボードの岡田徹君、このお二方により作られましたモダンラバーズという曲を聴いてください。じゃあ、モダンラバーズという曲をやってみたいな。
どうもありがとう。日曜日、今日日曜日だね、うん、女子日でお会いしましょう、女子日には可愛い子がたくさんいますから、男の方もこぞってくるように。最後の曲です。ジェラシーを聴いてください。Let's go.
それじゃあまたお会いしましょう。どうも。はい、45分間たっぷりと楽しんでもらえたと思います。ムーンライダーズ2回目のステージでした。録音したテープはまたね、家へ持って帰ってのんびりと聞き直してみてください。今日の生録はこれでおしまいになります。今日は日曜日なんで、この後、5時からということでアマチュアヤンコンサート、1時間半に歌ってあります。時間ある方はこの後のプログラムもまた楽しんでってください。約1時間か、はい、1時間ほどお休みもらいます。どうもありがとう。